ハーラン・エリスン、A.E. バン・ボークト、リディア・バン・ボークト、アルフレッド・ウィルトン・バン・ボークトは、カナダ出身の小説家で、20世紀中頃の SF 黄金期を代表する SF 作家の一人。バン・ボークトの発音記号は、VN ボートであり、G は発音しないが、日本語のカタカナ表記ではバン・ボークトやバン・ボクトと表記されることが多い。また、バンも、名字の一部であり、ボークトや、 僕との単独表記は、その意味で誤りである。最初の配偶者は、作家のエドナメインハル。ワイドスクリーンバロックと呼ばれる作風を確立したとも、言われ、その作品は、SF の古典として、様々な作品に、多大な影響を及ぼした。日本、フランスといった、諸外国でも、人気を博し、ボリスビアンらにも愛読された。カナダのマニトバ州グレトナの東にあるウィニッペグの、 ロシア系、メノナイトのコミュニティで、オランダ系移民の三世として生まれた。子供時代は、アメイジングストーリーズを愛読し、20歳頃から、継続雑誌で、実話風の告白物や、ラジオドラマを書いていた。27歳の時に、ドラッグストアで、アスタウンディング氏を立ち読みして、ジョン・ w キャンベル、影が行くに感動し、同志編集長でもあったキャンベルに送った第二作、 凶暴な宇宙生物、クアールと人類との遭遇を描いた黒い破壊者がアスタウンディング1939年7月号に掲載され SF 界にデビュー。この作品はその後の関東を飾り、この後から SF 黄金時代が始まったと言われることがある。この小説は即座に一種の古典となり、いくつかの SF 映画に着想を与えた。この作品に神経の戦い、 ヒーローの不協和音、M-33 星雲を組み合わせて、長編、宇宙船ビーグル号の冒険に仕立てている。しかし翌年頃から一つ覚えの怪物屋という表も、現れ、シートンの灰色マの電気をヒントにして、スランの第一章を書き、アスタウンディング1940年9十2月号に、連載、キャンベルはこれに、ノバストーリーの称号を与え、当時の人気投票で、 スランへの投票が100%になるという快挙を成し遂げた。スランと呼ばれる超人類と旧人類が葛藤している世界を描いたもので、類似のテーマはその後もよく、バン・ボークト作品に登場する。ボークトの死後、晩年に残した奏功に基づく続編スランハンターが未亡人のリディアとケビン・ジェイ・アンダースンにより書かれて2007年に出版された。1941年。 戦業作家となることを決め、カナダ国防省を退職した。その後数年間、大量の短編小説を書いた。1950年代になると、それらを後からつなぎ合わせて長編に仕立て上げた。1944年、バンボークとはハリウッドに移り、第二次世界大戦が終わると、彼の作風は新たな次元へと進化した。バンボークとは常々、 知識の網羅的体系という考え方に興味を持っていた。初期の作品にもネキシー・エリザムと名付けた総合的学問によって異星人の行動を分析するという話が出てくる。またこの頃注目を集めていたアルフレッドコージブスキーの一般意味論に興味を持ち、これをテーマとして2冊の長編、比叡の世界、比叡の区別を書く。 比英の A はアリストテレスの略であり、一般意味論の別名、非アリストテレス的論理を意味し、再帰的かつ条件付きの演疫的推論よりも直感的な機能的推論を重視し、それを実践するための能力の開発を唱えたものである。1980年代にはこの3作目塗る A3 を書いている。バンボークとはまた戦後明らかになった全体主義。 警察国家の内情に大きな衝撃を受けた。彼は大陸の中国を舞台にした主流小説ザ・バイオレント・マンを書いた。この執筆のために中国に関する本を100冊ほど読んだという。同時に彼は先生君主制を擁護するような小説も書いている。具体例として武器展シリーズや宇宙嵐の彼方がある。万クとは 言語で805 0前後に分けられた、一場面ごとに冒頭と末尾で状況の簡潔な描写を行い、その中に気象転結の山場を盛り込む独特の構成方法を特徴としている。時間軸を作綜させることもよくある。その創作技法を考案した原点として、トーマス・ゼルのナラティブテクニックとジョン・ガリショーのザ・オンリー・ツー・ウェイズ・ツー・ライト、 エストーリーと20プロブレムズ・オブ・ザ・ショーとストーリーライターを挙げている。アイデアは夢から生じたものが多いという。彼は睡眠中に90分ごとに起き、夢で見たことを書き残していた。マーチン・ガードナーの奇妙な論理によれば、万暴苦とは何度となく疑似科学、宗教に騙されている。弱視に悩まされたゆえか、メガネをかけなければ視力が回復するという。 インチキ科学に騙された。ガードナーがバンボークトに会いに行った時にはメガネを外していたため何度となく頭を壁にぶつけていた。1950年代、バンボークトはエルロン・ハバードのプロジェクトに関与するようになっていった。彼はハバードが創始したダイアネティックスの西海岸支部を作った。その後、ハバードとは決別したが、その信者に脅されるなどして悩まされ。 数年間作家活動が停滞したと主張している。1952年に税金対策からアメリカに帰化。この時期は古い短編のフィックスップに終始した。1960年代にはフレデリック・ポールに励まされ作家活動を再開した。1979年に映画エイリアンがヒーローの不況和音に告示しているとして20世紀フォックス社を訴え、 同社は翌年時団金5万ドルを払った。1990年代に入ってからアルツハイマー症を患い執筆不能となる。2000年1月26日に肺炎の合併症ために死去した。1942年に発表した地球最後の砦などから込み入ったプロットが特徴的になり、エルスプレーグリキャンプはまるで8組の野球チームが同じダイヤモンドで同時に試合をし、 どのベースもホームプレートで一人のピッチャーを全部のチームが分け合っている感じと評した。1946年、バンボークトは最初の妻であるイーメインハルと共に第4回のワールドコンのゲストとして招待された。1980年にはキャスパー・アワードの功労賞を受賞した。1995年にはアメリカ SF ファンタジー作家協会からグランドマスター賞を授与された。 1996年にはワールドコンで長年の作家活動をたたえて特別賞を受賞し、サイエンスフィクションファンタジーホール・オブ・フェームでは最初に殿堂入りする4人の中に選ばれた。SF 作家仲間のフィリップ・ケイ・ディックはバンボークとの小説の説明されていない部分、主人公が認識していない部分でもっと何かが起きていたと感じ、 それによって SF への興味が借り立てられたと述べている。デーモン・ナイトは、バンボークトの作品について、また違った見方をしている。インサーチ・オブ・ワンダーという評論集の中のコズミック、ジェリビルダー、A.E. バンボークトと題した節で、非営の世界を、ことによると、これまで出版された中で、最悪の大人向け SF 小説だとしている。ナイトは、バンボークト作品全般について、 次のように述べている。一般にバンボークトは私から見ると、次のような基本的な点で作家として失敗している。第一に、彼のプロットは、検証に耐えない。第二に、彼の言葉の選び方や、文の構造は手探りであって、無自覚である。第三に、彼は光景を視覚化できないし、人物もリアリティに欠ける。ナイトはこのエッセイで、バンボークトについて、全く偉大ではない。 彼は巨大なタイプライターを操作することを学んだ小人だと結論している。ジョン・ダブルー・キャンベルの書簡集の中でキャンベルは奴は最初の一文であなたを捕まえ、数踏みごとに目を引きつけ、最後まであなたを離さないだろうと書いている。ハーラン・エリスンは10代の頃にバン・ボークトを読み始めたが、バンは宇宙や人類についての考え方を教えてくれた最初の作家だと記している。 大原麻里子は武器製造業者を自身の考えるベスト SF として挙げ、私はこの小説から政治、歴史、恋愛について学んだ。豪華絢爛内 SF、まさに SF と記している。2012年には彼の名を冠した AE 版ボークト賞がカナダで創設された。他に短編、エッセイ等あり。ありがとうございます。